はい、皆さんどうもこんにちは、アミタです。今日はね、最初にまず皆さんにお知らせがあります。はい、私が今着てるシャツ、アミタ相撲道場、このねウェブサイトがあるんですけども、なんと日本語が追加されました。というのもね、一応、最初のコンセプトとしては外国人の観光客の方をメインにやっていこうと思ってたんですけども、日本の、ね、方からのかなり多くの質問があり、あと日本人の方からね、たくさんのサイトに、来ていただくという結果があったので、ちょっと日本語を、ね、足そうと思って、はい、足しました。いろいろと分かりやすくなってると思うので、もしよかったら、ご利用していただけたらと思います。どなたでも待ってます。そして今日はね、久々になんかいろんな質問が来てるんで、ちょっとこちらにね答えていきたいと思います。で、今日の質問こちら、はい、ダダン。アメリカにはアンダー15やアンダー18の相撲大会はないのでしょうか。アマ相撲の留学生は現在はほぼ全員がモンゴル人なので、アメリカからも才能のある若者を発掘してほしいなと思います。はい、このね、アメリカでね、若者は相撲やってないのかという、そういう質問ですね。まず答えから、アンダー15やアンダー18の大会はないのかと。ないない、ゼロゼロなんですよ。はい、ここがね、すごくねポイントですね。まずね、やってる人がねいない。アメリカで相撲やってるのは大人です、ほぼ。だから相撲のね、世界大会とかでもアメリカ代表っていうのはほぼ大人なんですよ。去年はね、一人ハワイから、ヤングじゃなくて、なんだろう、ジュニアの子が出てたんですけども、その子ぐらいでしたね。はい、なので大会がないんですよね。やってる人がいないから大会がないのか、大会がないからやってる人がいないのか、どっちが先かは分かんないんですけども、とにかくアメリカでね、15歳以下とか18歳以下とか、ティーネイジャーね、ミドルスクールとかハイスクールとか、そういうカテゴリーのね、相撲の大会ってね、ほんとないんですよ。はい、だからね、ここがね、その才能のある若者がっていう話につながるんですけども、相撲をするね、土台がやっぱりまだまだないと。力をね、やっててもこう力を発揮する場がないと。そうすると何のためにやってるんだろうってね、やっぱりなっちゃいますよね。はい、なのでね、ここはね、大きなね問題ですね。ただね、じゃあ作ればいいじゃんっていうとね、そういう話でもないですよね。やっぱりお金もかかるし、どっからお金出すんだみたいな。アメリカの相撲連盟っていうのはね、やっぱりね、そんなにねお金ないですよ。お金のある相撲連盟っていうのはやっぱりね、日本とロシアとかそんな感じですよ。あんまり多くないと思います。世界大会に出てくるメンバーのほぼ多くがね、やっぱり自費で参加してますから。はい、それがちゃんと連盟から出てっていうのはね、なかなかないんですよね。実は、ね、日本にいるとあまり分かんないんですけども、日本っていうのは本当に相撲をやるためにはね、すごくいい環境が整ってますね、全てのカテゴリーで。女性はね、そうは言ってもまだまだね、大会とかが少ないっていうのはありますけども、それにしとってね、日本はアメリカ他の国よりは十分整っていると。はい、で、才能のある若者、これはね、確かにたくさんいます。はい、力が強いやつ、運動神経がいいやつ、たくさんいるんですけども、なんせね、アメリカはね、他のスポーツがね人気ですからね。アメリカンスポーツって言ったらやっぱりね、アメフト、野球、そしてバスケ、あれですね、アイスホッケーで、今サッカーも人気だし、で、格闘技もね、ボクシングとか UFC とかね、いろいろありますよね。だからね、そっちやっぱ行っちゃいますよね。もともとそのやる環境がないっていうのもありますけど、あとね、やっぱりね、アメリカンスポーツはね、稼ぐ量がやっぱ桁違いですよ。ね、野球選手とかだったらもう年俸30億40億とかなってますからね。アメフトもそうだし、バスケもそうだしね。なんせね、ちょっと前まで世界で一番稼ぐアスリートはアメリカ人の、ね、ボクサーメイウェザーですからね。1回のファイトマネー300億とね。だからね、相撲ってこう、それだけがね、全てではないとは思いますけども、
っぱりその魅力ある、そして人気のあるアメリカのスポーツがね身近にあるってことで、なかなかこう相撲をね目指そうっていう人は、うん、いないと。相撲、大相撲にね行ってみたら面白いんじゃないかなっていう生徒、そういう若者は何人かいるんですけども、まあ、それにしたってねだから難しいですよねやっぱりね、うん、だから現状ではね難しいと思う、アメリカから相撲で強くなるっていうのはね、はい、じゃあもう一つ相撲の質問、こちら。近年の大相撲を見ていると張り差しの立ち合いが目立つのですが、そんなに効果的なのでしょうか。素人目に見ると隙だらけに見えてしまうのですが、点点点と。これはねなかなか面白い質問ですね。そう、張り差しというのは立ち合いからこう相手の顔をね叩きに行くんですよ。パンとバッと顔ずらすという、はい、でこれがね有効かどうか、まあ、そう有効かどうかの前にまずこれ張り出しっていうのがね許されてるのって実はね大相撲だけ、プロの大相撲だけなんですよ。アマチュア相撲はね一応張り手は禁止になってます、一応ね、はい、まあねたまに見ますけどね。で、まあ、一応多分規定としてこの肩より外からこういうのはダメだったと思うんですね、張り手だから、こう体のこの辺から胴体から出てるのは多分 OK、 そういうグレーゾーン攻めてるんじゃないかなって感じですね。でこれがねこの張り出しが効果的なのか、これはねイエスとも言えるしノーとも言えると思いますね。まあ、大体張り出しする人ってね大体こう大きな人、背の高くて、まあ、背の高い人が多いですね、うん、僕みたいな体型の人は、まあ、ほぼしないかな、してもね意味ないんですよ。じゃあ張り差しがね何の意味があるかっていうのはね、これはまあいろいろあるんですけども、やっぱ一つ大きいのはこう相手のね何でしょうねバランスをね崩すみたいな意表をついて、張り差しってこの顔をね別に叩くのが目的じゃないんですよ。こう叩いてねなんか痛めつけてやろうというのが目的っていうよりも、この顔をずらすと横に叩いてこう横にずらす、そうするとねやっぱ体がこう芯がぶれますから、でそれで相手がこうバランス崩したところにやね自分が回し取ったりとかね、なんかこう分かんないなんか手を入れていくとか、そういう攻めにつなげると、これがね張り出しの、まあ、基本的な効果ですね、はい、でこれはねもちろんうまくやれば効果的ですね、はい、こう顔をねしっかりこうずらして、そのね立ち合いで一番気をつけなきゃいけないこと、特に僕みたいな体勢だとこう肘をね開かないと、手を中に入れられちゃうとやっぱり体が小さい人はね不利なんで、肘を開かないとこうやっていくんですけど、基本的にこうやっていこうとした時にこうバッてやるとねやっぱこう肘がね少し開いちゃうんですよ、まあ、どっちにしてもね、で体も崩れちゃうし立ち合いの威力もなくなるし、そうするとそっからねこう手を入れたりとか回し取りたい人っていうのは剃りやすくなると、はい、そういうことですね。うまく当てれれば、ただこれがね失敗してなんかこの辺に当たっちゃったりとか、まあ耳とかね、まあ耳はね、まあ、痛いんですけどもとか、ちょっとでもこうずれちゃうと途端にね不利になってしまうんですよね。やっぱりこう言ってるってことはこっちのねこの辺隙だらけですから、でこれが空振ったりとか、なんか変なところに当たってうまく顔がずれなかったりしたら、もう相手の圧力でそのまま受けちゃうと、そうするとすごく不利になると、はい、まあ、こういう理屈ですね、うん、だから上手い人うまく当てれたらすごく効果的、ただリスクもあると、はい、こういうことですね。で、まあ、さっきも言ったようにこの張り出しをする人っていうのは大体大きな人、そして回しが取りたい人、押し相撲の人、この人はねあんまりしません、しても意味がないんで、それよりも相手に思いっきり当たって押し込んだ方がいいから。で僕みたいな人はそもそもこうやってね大きな人に振りに行ってるとねもう隙だらけになる、相手が高い分手を上げなきゃいけないし、それで意味がないんであんまりしないと、まあ、あと個人的に顔を張られるのが、顔をね叩くのが好きじゃないし、されるのも好きじゃないんで、僕はねするのもされるのも嫌いですね、まあ、なんでこれはねまあ、好きだらけに確かに見えるかもしれない、なんなら失敗したら好きだらけですから、でもうまく
顔をね叩くんじゃなくてずらすと、それができるとうまいと。で本当はねこの思い切り叩かなくていいんですよ。本当はちょっと顔を添えてガッとずらすぐらいでいいんですよね、本当はね、ずらせれたらね。ただまあ相手も早く動くんでそうもいかないんで、こう張り差し張って刺すと、まあ、そんな感じになると、はい、そういうことですね。わかりましたかね。あんまりね、多分相撲やったことない人には意味わかんないと思うんですけども、もうそこでね、じゃ相撲やったことないからわかんない、やりたいと思ったらそこでも阿弥陀相撲道場ですよ。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあね、バイバイ。